どうも社長、指示の応援です。で、あ、プル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 って、あの、ぐぅ、さっきの怖い姉ちゃんが社長。いやー、さっきはどうも。あれ、トイレ掃除ありがとうございます。イエーイ。あの、すいません、さっきのシェイっていうのこと、あの、教えてもらえませんかね。シェイっていうのはベーシックやフォートランよりもアセンブラやマシン語に近いコンピューター言語でね。はあ、セックスのことじゃなかったんですね。え、あ、いや、勉強になるな。と、頑張ってるわね。あ、社長、気をつけてね。プレ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 なんだよ。はい、気持ちいい、気持ちいい。やだ、おめでとう。そういえばね、昨日美味しい店聞いたのよ。え、教えて、どこどこ。見つかりませんように。しかし、勉強になるな。あ、そうっすか、いいんすか。え、ね、ね、胸をつった女の姫、どうしました社長。誰よ、サーバーの電源抜いたの。うわー、嬉しい、消しといてくれてありがとう。はーい、出してー。なんてことしてくれたのよ。このメモはな、俺にとって命より大切なものなんだ。お金じゃ買えねえんだよ。しまった、この極つぶしが。でんねえ、残念だよ。さすが内科圏の極みにいると言われるお方。まだやりますか。うわあ、私のスマートフォンが。電話する必要はなかったですね。待ってて、ひなちゃん。お客さん、お金、お金。はい、お金。そう、嫌な予感。もしかしてお金持ってないの。困るんだよ、ただでさえ忙しいのに。ごちゃごちゃうるさいわよ。待て、どうしよう、接触した方がいいのか。いたぞ、あそこだ。あ、抜け、こら。うわー、あいった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 。な、何これ。よし、それじゃあ日向井、アンズ、あっち向いてホイ、スタート。前から一度あんたとはやってみたかったのよ。行くわよ、じゃんけんぽん。あっち向いて、ホイ。あっち向いてホイ。ちょっと猿、物を食べながら書類書くんじゃないの。それとゴミくらいちゃんと捨てなさいね。あんたももういい年でしょうが。てめえもな。
これは、かわいい。なんということだ。雪のように白い肌、桜色の頬、ルビーのように美しい瞳。まさしく鑑賞といった繊細なデザイン。一体1万円買う？鑑賞、なぜ毎回頭を撫でるのですか？ああ、すまない。私より小さいからつい。ちょっとそれ傷つきます。それはすまない。おのれ猿、許さん。私だっておっと、はじめここ禁煙だって何度言ったらわかるの？あ、そうだったか。タバコ吸いたいならお外に行きなさい。私の美しい髪がヤニ臭くなったらどうすんの？お前の髪なんか知らねえよ。ちょっと忘れ物。おい、何つったってんだ、早く行けよ。バカ。気にしないで、大丈夫だから。だってわざとじゃないものね。前田君、取らないで。やめて、やめなさいって。危ない。高い大根誰が買うってんだよ。あの野郎、はめやがったな。よっ、おかみさん。どうしたの？大根なんか売り出して旅館潰れちゃうの？その喧嘩買ってやろうじゃないか。ボッサだ。大丈夫かい、あんたら。バカ王中め、やっと来たか。あなたは竜お姉さんですよね。ちょっとお話ししたいことがあるので、僕と二人だけでお話しできますか？若い時の竜お姉さんは桃源郷一の美人とお聞きしましたが、今でも美貌は衰えていませんね。あんた、あんた、ものすごくアブノーマル。このお子さんは。貴様、言ってはならないことを。私を怒らせたらどうなるか思い知らせてやる。萩村、何やってるの？見てわからない、ストレッチを。それはわかるけど、なんでここで？足つらないように。ご苦労様です。午後って眠くなりますね。お昼の後だものね。ちなみにすずちゃんは本当にお昼寝しないと体が持たないの。やっぱり子供ですね。ちなみにすずちゃんは寝ている間も周囲の反応に応えることができるのよ。ちょっと津田、この報告書3箇所も誤字があったわよ。え、本当？あんたたるんでるんじゃないの？ちょっとそこ座りなさい。そこにひざまずけ。確かその私に頼みがあると。はあ、ゆうや発見。また、いきなり何しやがる。あれ、顔赤いわよ。まんざらでもないんじゃない？おい、やめろ。つい注意、ここは公共の場所ゆえ静粛に願おう。つい注意、あんたいきなり来て悪ふざけが過ぎるだろ。はいはい、わかったわよ。妻として夫の願いは聞かないとね。妻？そうよ、ゆうやは私に勝ったんだから恋人以上になる資格があるわ。なるほど、そういうことか。だからいい？ゆうや、私が勝ったらハネムーンに行くわよ。ハネムーン？そうよ、雄大な湖畔のコテージで一晩過ごすの。暖炉の前で寄り添ってね、素敵じゃない？よし、そうと決まれば早速寝るわ。ハネムーンの夜に備えなきゃ。備えんの？そっち最高。あ、ルーツの曲やな、必ずあるはずだ。向こうはチョチョ風呂なのは分かって。気分壊れた。たくガキだよな。あ、女は大事にしなきゃダメだろ。
見せ物扱いなんてもってのほかだぜ。ゴータ惜しい。平気平気、大して焦げてないよ。このくらいならおかしくないって。どこをした？あのさ、カエデ、あんた、ここだ、ここからね、バッチリだ。じゃあ、そういうわけで。うわ、どういうわけだよ。俺は第一に拝ませてもらう。仏像が惜しい、湯気でよく見える。もう変わってけるよ、コータ。見るな、ストップ、やめろ。俺、悪魔のささやきに乗るな。俺、あの記憶優しく汚れなき水野に覗きなどというハレッチな行為はないんだ。いや、これはその決して覗いてたわけじゃない。あ、子犬じゃない的な話を聞いてね。それで、バカだ。え、まさかあんた幸福エナジーが見えるの？私、霊感とても高いね。まあ、はっきりとではないが、ぼんやりとお主を追うようにこの辺をむんずっと。へへへ、冗談冗談だって。手が勝手に動いてるっていうか、なんか食べろよ、せめてなんか食べろ。マジっぽいから無言だぞ。マジでキレてるっぽいから無言だぞ。マジでキレてんのよ、この変態。どうやらダメです。